えー、こんにちは、速化塾のコブです。今回ご質問いただきましてねちょっと珍しい質問だったんで答えていこうかと思います。えー、年収1億円だと手取りはいくらぐらいですかってことですよね。まあ私正確に言うと自分の個人としての銀行口座に年収が入ってるわけではないんですよね。まず私が経営している会社に全ての売上が入ってそこから 役員報酬ということで、私の方に給料が振り込まれてるんで、資産のほとんどは会社に残るような形になってるんですよ。まあですんで、一部想像が入っちゃうんですけども、ただ、ほぼ間違いなく答えられると思います。えー、それではね、えー、多少ちょっとメモを読みながらになってきますけども、お答えしていこうかと思います。えっ、ー、と、大体ですね、給与所得の総額、総合課税がされる場合は、年収が1億の場合は、3つのポイントがあるんですよね。1つが、 社会保険料。これですね。大だ体だね、月にね、1億円を12で割ると、月833万円を毎月月収として受け取ることになりますので、社会保険料は165万かかることになります。これだけですごいでしょ。<laughs> で、休業所得控除ってのが2番目のポイントです。これが220万円ぐらいになるというふうに、まあ私のね、えー、仮計算で出てきました。ほぼ間違いないでしょ。そして3つ目が、 基礎控除なんですけども、これはね、扶養家族がなしとして計算させてもらいます。ちょっと難しい言葉ばっかり並びますけども、3つ目が38万円ということになりますよね。まあそうすると、課税所得金額が1億円から引くことの165万円、プラス220万円、プラス38万円、この3つが引かれますんで、差し引き9577万円ということになります。えー、ここにですね、 えー、45%の税率がかかってきますので、えー、そして、えー、479万円の控除がございましてですね。で、手残りがいくらかというと、3830万円。えーまあ、これがですね、えーまあ、持ってかれちゃうよってことになりますよね。えー、そして、えー、住民税っていうのがあります。これがだいたい1割なんで、 まあ1億円もらうとなるとね、大体1000万円ぐらいと思っていいんですけども、細かく計算すると958万円になりました <laughs> え。これはね、お住まいの地区によっても変わりますんで、まあそうですね、まあ、東京で計算したらってことにさせてもらいましょうか。<laughs> 今回そういう,うにさせてもらいました。私はちょっと地方なんでね、私の、おまああんまり変わんないですけども、私のモデルをそのまま地方で当てはめると、かなりばらつきが出るんで、まあ東京の うん、まあ、江戸川区みたいなところの資産だと思ってください。というわけでね、まとめますと、1億円の年収がありますと、そこから4953万円が差っ引かれて、残りが5000飛んで47万円になります、はい。そしてですね、ここに予定納税っていうのが <laughs> 入ってきますんで <laughs>、じゃあこの5047万円を使っていいかっていうと使っちゃダメなんですよ <laughs>。えー そうですね、予定納税ねだいたい5047万円のうちの半分から3分の2を残しとかなければ予定納税に耐えられないってことになりますので結局年収が1億円あっても次に使えるのは1000万円ぐらいだと思っていいんじゃないですかねどうですかお金持ちになって大変でしょ <laughs> でここまで全然使えないんですようん。 ででも金持ちってて嫌われるるよようできてるんですよねまあけど1億円稼いで1,000万円しか使えないとしてもですよしてもですよでもお金がない苦しみよりはありがたいんじゃないかなと思いますねやっぱり稼げるってことは多くの方が自分から商品を買っていただいたってことだと思いますんでそうした多くのお客様に感謝する心とか、うん、しっかりと仕事をさせてもらいました 稼ぐ環境を与えてくださってありがとうという気持ちになるんではないかなと思いますけどもね。はいえー、ということで、もう一回まとめますと、1億円もらったところで、だいたい5000万円しか手残りがないと。しかも予定納税がかかるとすると、そこからさらに、まあそうですね、3000万円ほどは使えないお金っていうのが出てきますんで、私の感覚だと、1000万円使ったらまあ、 いいかなってところですよね、うん、あとはちょっと怖くて使えなかったりねあと納税額が大きいと税務調査が入る可能性も非常に高いんでその時にいくらかね修正申告をしてまあお帰りいただくための、うん、プレゼントはね包まなくてはいけないと思いますんでやっぱり1億円稼いだら1,000万円ぐらいしか自由に使えるお金がないというふうな意識でいるといいんじゃないかなと思います。 以上です。また別の考え方もあると思いますけどもね、えー、別の考え方もあると思います。人それぞれ状況も変わりますしね、一律な部分は、うん、一律なんですけども、そうじゃない部分もありますんで、ね、よろしくお願いします。では、回答は以上です。